104岩乙女リーディング音源作山崎明。登場人物と配役乙女河安土早紀、無意識ジレンタ、監督男性1東直樹、五頭さん無意識の人たち労働者 A 南岡萌え、藤崎さん無意識の人たち労働者 B マネージャー牛尾美香、ママさん無意識の人たち労働者 C 畑中花香、てっちゃん無意識の人たち労働者 D ゆがみノーマル、バカの先生助監督上田純平、アホの先生袴田男性2神山崎明、佐々木薬屋佐藤かりん、美恵子見習いの女和樹春、戸垣中西ゆき、岩乙女。どんな美人もハンサムも避けて通れぬ道がある。うんこして流して愛叫び憎んで死んで灰になる。前書き。格差社会がもっと広がってきた頃の近未来の日本。この物語の登場人物たちはもはや自分たちが登場人物の一人であることを完全に忘れている。この世界の登場人物たちはもはや自分たちが飯食ってうんこするだけの生命体であることを完全に忘れている。1. 飯が食える。これすなわち幸福か。よくわからない場所。多分脳の中の無意識のあたり。無意識の中に5人の人たちが現れ、くちゃくちゃという行儀の悪い音を立てリズミカルに飯を食べ始める。一人の女以下乙女がやってきて無意識の人たちに注意をしてあげる。音を立てなさんな。よく噛むのはよい。しかし血とお料理が悪かろう。無意識の中の人たち音を立て続ける。飯が食える。それすなわち幸福ならば、その音を幸福の音だとでも言いたいのか。音やまない。ちょいと質問が悪いのか。抽象的な質問なのか。劇の冒頭が抽象的だととっつきにくいのか。歩み寄る気持ちはないのか。あるのかないのか。気まずいのか。シャイなのか。ならばそのご要望にお答えして質問を変えようか。何を食べているのか。音やまない。わからんのか。甘いのか辛いのか。わからんのか。わからんと食べているのか。わからんもの食べているのか。バカか。ビルボーを食べているのか。コウモリの羽の部分をあれして乾かしたものを食べているのか。空を飛行するときに使う筋肉の部分だから噛めば噛むほど味が出てるのか。そんな料理あるのかないのか。わからんのか。バカなのか。サディスティックな質問攻めにも動じない無意識の人たち。音一向にやまない。おい。音やむ。その瞬間無意識の人たち一斉にむせる。むせるのか。無意識の人たち胸をさすりながら照れる。無意識の人たちそしてまたゆっくりと音を立て始める。手に負えない。帰ります。去ろうとする乙女を無意識の中の人の一人が呼び止める。ちょっと待って。喋れるのか。僕は違うんだ。口の中のものを飲み込んでから喋れ。ごめん。僕はこの人たちとは違うんだよ。何が違う。人と話すときに堂々と食べかすを取るな。帰る。あ、ちょっとごめん。いやね、僕はただご飯を食べていたんだ。他の奴らもただ食べている。いや、違うの。僕は本当にお腹が空いていたんだ。だから一緒にご飯を食べていたんだろ。いや、僕はお腹が空いていたから食べていた。でもこの人たちはずっと食べている。意味がわからないわ。バカなの。バカじゃないよ。むしろバカはこの人たちさ。ご飯を食べることはバカなことなの。そうじゃない。僕は満腹になったらこの定食屋を出ていく。ここは定食屋なの。それはわからないけど、僕は日替わり定食を食べていた。今日の日替わりは何なの。コウモリの羽の乾き物定食。帰ります。待って。いや、小鉢がね、コウモリの羽の乾き物が入った小鉢が9個あったのさ。で、僕、あ、ここセルフなのかなって思ってたら、この人たちが来て。話の展開が読めないわ。バカなの。バカじゃない。で、一人ずつサクサクと小鉢を取っていくわけですよ。あ、じゃあ僕も取ろうって一つ取ったら、この人たち二つ目も取り出してね、一言もなくサクサクと、あ、9個小鉢があって、5人いて、4人が2
ったら僕一つしか食べれないじゃんってことになりまして、何の遠慮もないんだなこの人たちはって思って、ほらみんなで鍋とかしてさ、最後の一切れの肉を取るか取らないか悩むのが人間社会じゃないですか。でも迷わない、この人たちは人じゃないんだなってことになって、まあ、ネギとかならね、ネギとかだったら最後の一切れだろうが迷わず取りますよ。でも肉は迷いましょうよってことですよ。何が言いたいの？ネギ批判？いやいやいや、そうじゃないの。じゃあバカだ。バカじゃない。ネギはひとまず置いといてね、ひとまず話を聞きましょうよ。僕昼ご飯でここ寄ったんですよね。今何時だと思います？知らないわ。知らない、それは大誤算だ。今ね、いや僕も正確な時間はわからないんですけど、多分夜ですよ。ずっと食ってるんですよ、お昼からこの人たちね。おかしいでしょ。あなたも一緒になって食べていたわ。あれ、それもそうだ。なんでだろう。バカなの？バカなのかな。いや違う、あそうだ、ここの定食屋食っても食っても減らないんですよ。どういうこと？どんどん料理が出てくるの？違う、そんな抽象的なお祭りじゃない。これはお祭りなの？減らないんですよ、食べても食べてもお腹も膨れない。音楽。バカなの？バカじゃない。どうです、寄ってきますか？すごく居心地いいですよ。いいわ。なんでです？ほら空調の感じとかちょうどいいでしょ。いいの、お金がもったいないわ。それならなおさら寄りましょうよ。600円前後で食べ放題ですよ、しかも無制限。ずっと定食屋にいれるほど暇じゃないわ。でもずっと食べていら死なないでしょ。パートがあるもん。ずっと食べれるんだから働かなくていいでしょ。食べるためだけに働いてるんじゃない。2、私は何のために働くのか。突然音楽止まって同時に立ち上がる無意識の人たち。あなたは何のために働くんですか？笛の音、そして音楽。無意識の人たち、頭巾をかぶり労働者に変化する。労働者たち、お盆を持ち上げ一定のリズムでテーブルを拭き始める。私の仕事といえば、しょうもない会社のしょうもない社員食堂でしょうもなく配膳の支度やテーブル拭きなどを繰り返すしょうもない労働だ。周りはみんなおばさん。時間給770円、妥当なのかそうでないのか誰にもわからない時間給。800円でもなければ750円でもない、しょうもない時間給。10時5時、間に休憩1時間。月10万円稼ぐには22日も働かなくてはならない。歪んだ空間は現実と精神世界の境界線を曖昧にする。乙女も現実に帰還し、しょうもない労働者に加わる。皆がテーブルを拭き続ける中、一人の労働者がお盆を持って立ち去ろうとする。気に食わぬ様子で注意する別の労働者。ちょいとちょいと山本さん。山本さんたら。呼びました？呼んだに決まってるじゃない。山本さん。山本さんなんて面白みもない名字、ここにはあたしかいないじゃないの。すいません。武者の工事とか綾の工事とかシャレ神戸とか、そんな珍しい名字ならあた普段の会話で聞き慣れないもんだから、ぼーっとしててもあ、名前呼ばれたでいいんだろうけどさ、あた山本よ。どんどん普段の会話にカットインしてくるごくごく平凡な名字ですよ。そんなごくごく平凡な名字の持ち主なんだからさ、あた今の山本は自分のことを指してるのかそうじゃないのか常に最良の判断ができるようなスタンバイを心がけてほしいもんだわね。私の知り合いだけでも山本って人は5万といるわ。ほら見て見てちょうだい、携帯。あら、山本だらけじゃない。そうなの。だからね、一番連絡をよくてる山本さんから順に名字と名前の間にミドルネームを入れて登録してるの。山本あゆうすけ、山本一健吾、山本うん通るって。あら、なにあーた男ばっかりじゃない。やだ。え、なになに、どうしたの？やめ、小杉さん、山本って知り合いがいっぱいいらっしゃるから、連絡をよく取る山本さんからあいうえを順に山本あゆうすけ、山本いけいごってミドルネーム入れてらっしゃるのよ。あら、それは便利な発明ね。でしょ。でも小杉さんのよく取る連絡、よく連絡取る山本さん、ほとんど男なのよ。あ、この熟年スケベ。何よ、まだ生理は止まってないわよ。子孫を増やす本能は残ってるのよ。まあ、やだ。ビスス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 スビスススススススビスス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 ス
きから何考えてんのよ。いやね、それにしてもミドルネームを入れるってのはいい発明よねって。あら、あなた話戻すの？いや、ほんといい発明よね。あなた天才、もうエジソン、エジウソン。なに？私ブラジル人？山本、あ、ユウスケ、山本、イ、ケンゴってなんかかっこいいじゃない。山本、キッド、ノリフミみたいでさ。いやー、山本キッドいい男よね。あら、なにハモっちゃった？今ハモった。ママさんコーラス、強い男って最高よね。キッドってさ、キッドってさ、ほらもうパンチが、パンチが早いのよね。そうそう、早いの。早いのよ、パンチ。早いの。ストーン、ストーン、ストーン、ストーン。私、なんで呼びられて、なんで呼び止められたんですか？でもさ、おばさんってさ、こうやって話繰り返したり、ハモったり、場所入れ替わったりしなきゃやってらんないじゃない。もうなんか時々さ、私があーたなのか、あーたが私なのか、自意識とか人格とか個性とか曖昧になってくるわよね。わかる。私なんて男がおばさんやってるもんだから、もう自意識無理あるもん。3人のおばさんの会話の一人男が混じってるって、もうこれ致命的よね。ビスス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 。山本、ん？和美さんよ。ま、ん？なの？この山本さん、ん？なの？そう。ま。何？山本、ん？和美さん。いや、あたし、なんで呼び止められたんですか？覚えてないわよ、そんな昔のこと。え？おばさんだってね、進化するのよ。ま、前向きな発言。おばさんらしからぬ発言。いや、進化されるなら自由にどうぞ。で、なんで呼び止められたんですか？はぁ、もう分かってないわね。あ、あたね、さっき社員さんが食べ終わった食器運ぼうとしたじゃない。はい。その時テーブル拭いたじゃない。ええ。お盆の下も拭きましたか？あ、あーた、お盆を炒めのテーブル拭かれていらしたわ。お盆の下も汚れてるのよ。お盆持ち上げて拭く、基本中の基本よ。すいません。何年やってるの？2ヶ月です。2ヶ月って言ったら1年みたいなもんじゃない。それは1年みたいなもんよ。年取れば時間は早く経つのよ。すいません。無意識、異空間から突然現れる。これは何？おばさんコント？違うわ。ここで私は働いてるの。時間給770円で。これが社会よ、理不尽よ。後輩もどんどん入ってくるのよ。それなのに何？基本もできないで。すいません。私たち休憩室へ行きますから。あと片しといてちょうだい。はい、ちゃんと片すのよ。さあ行きましょう。そうね、あとは若い方に任して。おばさんたち休憩室へ行きましょう。休憩室でおばさんたちお紅茶飲みましょう。バージニアスリムライト吸いましょう。せーの、タバコくらい OL っぽく ね。労働者 A、C、D、はける3、私はお金を貯めている。1人作業に移る労働者 B、徐々に作業をしながら近寄ってゆく乙女。耐えなさい。これが社会よ、理不尽よ。はい。テーブル拭いて、風吹いて、涙も拭いて、またテーブルへ。どう？七五調。サラリーマン川柳に出せるかしら。あ、でも待って。私たちの場合、パートタイマー川柳ね。サラリーマン川柳って、おーいお茶のペットボトルに書いてる？おーいお茶？何それ？お茶を呼ぶの？流行ってんの？やけに遠くにお茶がいるのね。いや、ペットボトルのお茶ですけど。ごめん、私ペットボトル買わないから。高いし、基本水道水。たとえ飲んでも業務用スーパーで60袋298円のパック麦茶しか飲まない主義なの。偉いですね。何が？いや、ちゃんと自分で沸かしてらして。何言ってんの？無駄なお金を使わないようにしてるだけじゃない。いや、それが偉いなって。偉かないわ。それとも何？今はお茶を自分で沸かすだけで偉いの？ごめん、私テレビ見ないから。いや、テレビで別にそんな話題は。じゃあ何なの？簡単に偉いって言っちゃって、私の何を知ってるの？すいません。人を褒めるの流行ってんの？フェア？褒めフェア？そんなフェアないです。ごめんなさい、もう褒めません。二度と褒めません。褒めたくなったらごめんなさい。わかりました。作業に集中しだす二人。
何？今度は何？いや、テレビ見ないのにサラリーマン川柳は知ってるんだ。悪いの？悪かないですけど。じゃあ何？面白いなって。好きなのよ、川柳。あまたある川柳の中でもサラリーマン川柳が一番好きなのよ。悪いの？いやだから悪かないですって。じゃあバカなの？バカじゃないですよ。え？私がですか？私バカじゃないです。あなた言いたいことが読めないわね。褒めたりバカにしたり。いやそんなことないっすよ。別に褒めてないわよ。何謙遜してるの？バカじゃないの？あの、何か聞いたんですけど。何？お金貯めてるんですよね。そうよ。だからお茶とかもちゃんと沸かして。ええ。服とか買わないんですか？特に必要ないもの。これがあって、中は中3日のローテーションで変えてるわ。食費とかもかなり削って。基本食べないわ。水分ともらい物、道で拾って食べたり。食べないわよ、バカじゃないの？すいません、あの、何のお金なんですか？は？いや、そこまでして貯めてるお金って。なんであなたに言わなきゃいけないの？気になるだけなんですけどね。気にしなきゃいいわ、他人のことなんて。そうもいかないですよ。髪とかいつもボサボサだし、服もいつも同じだし、ご飯食べてるとこ見たことないし。それ聞くでしょ。無駄な心配を。頼んでない。頼んでなくても聞きますよ。人は隙を見せちゃダメなんですよ。隙見せたら聞きますよ。人は隙間に入ってきますからね。苦労してんの？何悩んでんの？うるさいよもう。だからね、聞かれたくないんなら隙見せちゃダメなんです。苦労してようが悩んでようがそんな素振り見せないの。もう無表情。こうやってね。労働者 B、 無表情で直立不動を決め込む。いやダメだ。そしたら聞いてくんですよきっと。どうした？無表情だよ。どうした？ああ逃げられない。エンドレス。やっぱりバカよねあなた。そこまでしてなんでお金貯めるんですか？食費削っておしゃれもしないで何のために働いてるんですか？異空間から無意識の人、ゆっくりと音楽。ほらほら、この人も聞いてんじゃないですか。やっぱ気になるんでしょう。もうほっといてくださいよ。ほっとかないんですよ人は。なんで？いや、人じゃなくてもほっとかないよあんたの場合。なんで？ほっとけないものな。普通ほっとけない。あんなことになっちゃっちゃう。なんで？気の毒だったね。大丈夫？大丈夫？何がだ。なんかあったら言ってくださいね。うち金持ちなんで。金も金も。このパートも社会を知っておいた方がいいって私のパパが言うもんだからやってるみたいなもんで道楽なんです。だからあなたみたいにお金を貯めたいとかお金に困ってるとかじゃないんです。だからね、何でもできることあったら言ってくださいね。力になりますから。はあ？じゃあお金をくれ。じゃあ。おいおい待て。おい、お金は自分で稼ぎましょうや。はあ？じゃあ。おい、どこへ行く？おい、よくわからない大勢の人たちを連れ、再び出てくる無意識。歌い出す人たち。歌うのか？何のために働くの？それは答えのない僕らの疑問。生きがい？生活？世間体？それは答えのない僕らの疑問。よくわからない大勢の人たち、踊り出す。踊りもするのか？世界は疑問であふれてる。なぜロデオに乗るのか？米倉涼子。掛け声、バンテリン。世界は疑問であふれてる。なぜヨットにも乗るのか？米倉涼子。掛け声、キューピーコーアゴールド。働くと聞かれる。何のために働くの？働かないと聞かれる。なんで働かないの？でも僕ら人間、皆平等。生まれて、飯食って、うんこして、愛して、憎んで、また愛し、死んで燃やされ、灰になる。岩のような乙女の信念。岩乙女の歌。一人の乙女のロックンロール。それが岩乙女の歌。タイトル、岩乙女。いつの間にか消える無意識と大勢の人々。音も消える。私は働きすぎてぶっ倒れて、気づくと見知らぬベッドの上にいた。4、お前たちは食ったのに吐くのか。摂食障害者たちのケア施設。無意識ダンサーズのうちの2人が白衣のようなものを着て医者っぽい先生へと変化する。害のない感じのバカの先生と害のない感じのアホの先生の害のない感じの会話。乙女はベッドで寝ている。先生。はい先生、何ですか？フリスクいりますか？フリスク何ですか？
スッとするんですよ。お口の中がスッとするお菓子なんですよ。おお、お菓子。フリスク、このお菓子不思議なんですよ。何がです？自分が食べてるとね、そうでもないんですけど、他人が食べてるとね、一つもらいたくなるんですよ。なんでですかね。小さいからもらってもいいかなって思うからですかね。小さいからでしょう。そうですかね。だからね、他人に一つちょうだいって言われる前にいるって自然に聞いちゃう魔法のお菓子なんです。なんでですかね。小さいからあげてもいいかなって思うからですかね。小さいからでしょう。で、いりますかフリスク。あ、そこまで言うんでしたらもらいましょうか。ほらね、しかももらっちゃうんですよ、なぜか。あ、本当だ。先生、今お口スッとしたいですか。いや、別にそういうわけでも。でももらっちゃうんですよ。なんでだろうな、不思議なお菓子だな、フリスクって。で、私にくれないんですか。あげないですよ。だって先生、今お口スッとしてるんでしょ。いや、今別にスッとしたくはないですよって言ったんですよ。今の私の口がスッとしてるってわけじゃないんですよ。本当ですか。本当ですよ。ほら、あ、臭い。あ、あれあれ、ちょっと待ってください。あれ、私餃子食ったかな、ピータン食ったかな。バカの先生、自分の手のひらに空間を作り、自分の口臭を確認する。あれ、おかしいな、食べたかな。まあまあまあ、いいじゃないですか。こんな時にフリスクがあるんですよ。そうか。ね、スッとしますよ。フリスク食べて息爽やか。本当だ、本当にスッとしますね。魔法のお菓子だな。乙女、目を覚ます。あら、目が覚めましたか。何をしている。私たちはあなたが起きるまでの間、誰にも害のない感じの会話を楽しんでいたんです。害のない感じの人たちですよ。だから私たちのことは人間だと思わないでください。無害という概念だと思ってください。は？あ、どうです、目覚めにフリスクお一ついかがですか。いら。先生、やっぱりですよ、この子。フリスク食べても吐いちゃうんでしょうね。拒食の初期症状が出てます。は？フリスク食べてお口スッとして、指突っ込んで吐いて、自分の胃酸でお口またスッとして。人間フリスクだ。何を言っている。ここはどこだ。摂食障害、過食とか拒食とか、そういった食べることに問題を持った方々が社会に復帰できるようにあれするサポート施設です。摂食障害。あ、だね、働きすぎで倒れたんです。覚えてますか。一旦普通の病院に何日か入ってらしたみたいですけどね。どうも摂食障害の疑いがあるなぁということで、こちらの方にやって来られたんです。どういうことか。やっぱり覚えてないみたいですね。あなた、軽い栄養失調を起こしてる。今の時代に栄養失調ですよ。しかもどうです、調べてみると、あなた お金に困っていたわけじゃない。たんまり貯金があるそうで。そうだ、何が悪い。悪かないですけどね。はんはんはん、お金があるのに食事取らないっていうのはおかしいですよ。この人、最初の病院でもなんかボソボソつぶやき続けてたそうですよ。食う金があるなら食べる、食う時間があるなら働くっつって。眠っている時もおかしなことを言ってたみたいですよ。何を食っているのか、ビーフンを食っているのかって。あの定食屋のことか。定食屋。そうだ、食っても食ってもなくならない定食屋だ。ほう。そこの定食屋の坊主がしきりにこの定食屋に寄っていけと勧めてくるんだ。空調の感じもちょうどいいから寄っていけと。そんな悪夢まで。悪夢？夢じゃない。おいおい、初期の拒食患者に見られる幻覚症状だ。うん、食べ物に追われてる気がしてならないんです。ふざけるな。私はただお金を止めなきゃならんのだ。だから食うのを我慢しているだけだ。食うのを拒んだり気が済むまで食い続けたり、しかもその食ったものを吐いたり、そんなことはしない。飯食ったのに吐くなんて、そんなもったいないことバカのやることだ。あんだってバカのやることだ。みんな言うんですよ。みんなって誰だ、呼べ。まあまあ、もうすぐ昼食の時間ですから。うるさい、呼べ。まあまあ、フリスクでも食べて。いらん。あ、乙女、フリスクを払いのける。飛び散るフリスク。僕のフリスク。なんてことするんですか。あと、この黙れ。早くここから出せ、パートに行かなきゃならん。心配ないですよ、お仕事先には連絡しておきました。何？それなら仕方ないということで、やめてもらうということでした。ふざけるな。あんな立派と他にないんだぞ。料理長がオフの毎週水曜は余ったご飯や期限切れのおかずが食えるんだぞ。すいません、にっこり。謝って済む問題か。こら、あ、いや、こら、投げないで。これ、投げ物違う。食べ
川先生。先生。フリスビー。フリスクは投げるとフリスビーになるんですよ。本当ですか。わ、害のないコメントだな。だだれないか。痛い痛い痛い痛くない。痛い痛い痛い痛くない。痛い痛い。はいはいはい。一つだけ答えろ。はい、何ですか。はい。私は自分の足で行ったのか、その最初の病院に。どういうことです。私は病院みたいなお金のかかるところはいかん。病気しても気力で治してきた。トラすごい。そもそも病院とかいうそういう価格設定のよくわからん割り切れない割り勘のようなところはすかん。ここも悪いぞそこも悪いぞとどんどん金をぼったくる詐欺師の館だ。自転車屋に似てますよね。ん、というと空気入れに行っただけなのに気がつくとタイヤのチューブ交換やらライトの交換やらした方がいいよと言われて、挙句の果てには鍵は二重の方が安全とかなんとかで外付けの鍵もかわされちゃうんです。なんとまあ害のないコメントだ。無害フォーユー。無害、いただきました。おい、どうなんだ、ここに答えろ。あ、はいはいはい。答えろ。だね、あんた自分の足で行かれたんじゃないですよ。あんた道で倒れてらしたんですから。じゃあ誰が連れて行ったんだ。今日あなたがこっちの施設に移ったってんで心配で来てくださってますよ。は？ジレンダさん、佐々木さん、お会いくださーい。5、お前たちが元凶か。2人の男、無意識にいたジレンダとメガネをかけた佐々木がそわそわと入ってくる。どうも。あ、お元気そうですね。あ、貴様は定食屋の坊主。え、定食屋さんなんですか、店長さん。いやいや、違いますよ。僕はこの人と同じバイトをしてる同僚ですよ。ただのフリーター。そんな定食屋なんてモテるもんなら持ちたいですよ。そんな叫ばなくても演劇人じゃあるまいし。お前もあの会社の食堂で配膳をしているのか。お前みたいな男のやつは知らんぞ。周りは全部おばさんだ。いやいや、そっちのじゃなくてティッシュ配りの方ですよ。ああ、ティッシュ配り。この人あんまり知らないんですけど、何かの会社の社員食堂の配膳ともう一つティッシュ配りのバイトもしてるんですよ。といっても全然配ってないんですけどね。ダメじゃないか。そうなんです、半分は自分で持って帰って使うんです。でもう半分はその配膳のバイトでね。パートだ。ああ、はいはい、パートね。そのパートで手がベタベタになったおばさんに道で配るティッシュあげるんです。ですから配膳の仕事してる間もこっちの時給もらってるんですよ。ティッシュ配ってるのは同じだっつって。いいじゃないか、同じだ、時間も有効活用だ。あ、私です。あのちょっといいですか。なんです先生。あ、いや、あのね、さっきから気になってたんですけど、この上結構狭いじゃないですか。だからこの2人増えて5人になるとね、こう人と人がこうかぶったりして見栄えが悪くなるんですわ。ん、うん、しかもね、どう考えても医者っぽい役は1人で十分みたいだし、だからまあ蚊になってもいいかなって思ったんだけど、蚊になっても蚊になったで気まずいんで、だから私開けますわ。あ、そうですか。はい、裏でポカリでも飲みますわ。うん、フリスクいっぱい食べたからポカリきっといつもよりスースーするんだろうな。じゃ、わー、アホの先生、かける。彼、気遣いなんです。さあ、何の話でしたっけ。はいはい。で、あの日はたまたまこの人道でティッシュ配ってたんです。配膳の方が休みかなんかで、で配ってる途中で倒れたんです。それをこの人が見つけてくれて。貴様がここに連れてきたのか。いやいや、違いますよ。僕はただ道を歩いていて、あなた見つけて近くで配ってたこの人に知らせたんです。貴様が元凶じゃないか。そんな、もうちょっと何言ってんですか。この人は見つけてくれた通行人なんですよ。いい人なんです。通行人なのにいい人なんです。今日もこうやってただの通行人のくせに心配して来てくださってんですよ。だからいい人がかけてるメガネはいいメガネなんです。メガネをかけたいい人は器用なんです。威嚇しないでください。威嚇じゃない、事実を言った
ただけだ。何言ってんすか。もともとはあなたがご飯食べてないのがいけないんでしょ。お金貯めなきゃなんないのか何かは知らないですけど、ご飯食べてないのが原因でしょ。倒れるまでご飯食べないなんておかしいですよ。修行じゃないですか。修行ですか。違うでしょう。お金貯めるためにご飯食べないなんて、何のために働いてるんですか。またそれか、聞き飽きた。ご飯、え、ご飯で思い出したんですけど、そろそろ昼食の時間なんです。はあ、彼女を食事ルームに連れてかなきゃなんないんですけど、いいですかね。あ、はいはい、それはもちろん。あの、この建物の中どんなになってるのか、いろいろ見学させてもらってもよろしいでしょうか。え、僕大学で心理学を専攻していまして、こういう、なんて言うんですか、心理のやつに関係ありそうなこと気になってしょうがないんです。ああ、勝手にしろ。お前そのために今日来たんだな。それもまああります。元凶のくせにいい度胸だな。まあいいじゃないですか。このメガネは心理学を学ぶメガネなんですね。やっぱり大学生とかあれですか、みんな頭いいし、みんなメガネでしょう。いや、メガネじゃない学生も結構いますよ。いつの時代の大学ですか。お連れさんもどうですか、坊主の方。え、いや、僕はいいっすよ。メガネかけてないし。あー、でもやっぱ、かけちゃおうかな。ついてっちゃおうかな。いいですよ、ご自由に。あ、マジっすか。やった、それじゃ行きますか。メガネ沢さん。佐々木です。私たちはとりあえず3時までは食事ルームにいますので、一通りご覧になられたらまた声をかけてくださいな。わかりました。じゃああなたは私についてきてください。昼ご飯の時間です。6、お前たちのそれは食事と言えるのか。移動、食事ルーム。愉快な患者たちが無機質に出てくる。愉快な患者たちはてっちゃん、五頭さん、藤崎さん、ママさんの4人。愉快な患者たちはそれぞれお盆を取り、昼ご飯を自分たちで盛る。なぜかジレンタ、佐々木もついてきている。ああ、うっかり。じゃあジレンタ、佐々木、はける。ここでは5人1組それぞれ1部屋ずつ与えられて共同生活をしてるんですけどね。この方々があなたと同部屋になる仲間たちです。愉快ですよ。あなたの愉快な仲間たちですよ。さあ、私たちもご飯を盛りましょう。乙女、バカの先生も昼ご飯を盛り始める。白いご飯、味噌汁、鶏肉の甘煮、牛乳、どうです、美味しそうでしょう。さあ、ここあなたの席お座りなさい。ここ私の席お座ります。みな3人ずつ向かい合わせて席に着く。さあ、今日の挨拶当番、てっちゃん、よろしく。じゃあ、皆さん、手を合わせてください。手を合わせる。じゃあ、今日も美味しくいただきましょう。いただきます。いただきます。1時7分46秒、お昼ご飯。それぞれ別々の雰囲気を醸し出しながら食べ始める。バカの先生は普通に食べる。藤崎さんは食べるのが億劫そうだ。一口ごとに何かわからない錠剤を口に含む。五頭さんは一つ一つの動作を確認しながら食べる。そしてしっかりと噛む。一噛みごとにもぐもぐと食べる時の擬音をはっきりと発する。てっちゃんはものすごくまずそうな食べっぷりだ。ママさんはてっちゃんが箸を置くごとに自分の食べる分を噛んでからてっちゃんの口へと運ぶ。てっちゃん、ママの分食べなさい。ママの栄養も取りなさい。どう、おいしいと食べさせるごとに確認するママさん。曖昧にうなずくてっちゃん。そんな中、乙女は食事を取ろうとしない。どうしたんですか。おいしいですよ。こいつらはなんだ、バカか。乙女が声を発すると皆一同に食事を止める。ああ、そういえば紹介が遅れました。ああ、皆さんは食事を続けてください。皆食事を再開する。もぐもぐ、もぐもぐ。そちらのもぐもぐ言ってる人、五頭ふみさん、15歳。おい、なぜもぐもぐ言っている。もぐもぐ、もぐもぐ。
彼女は全ての自分の行動に音をつけることで自分が生きてるということを確認してるんだそうです。食べてるときはまぐまぐ、歩いてるときはえいはえいは、走ってるときはおいちにおいちに、止まるときはピタピタ。なぜにか言う、彼女は去年中学卒業と同時にここへやってきました。七、五頭さん、回想スライド、五頭さん、五頭さんはリュック片手に一人でやってきた。えいほ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 、まだあどけない少女がこんな接触障害者のケア施設へたった一人でやってくる、ここが開設されて以来初めてのことでした。タンタン、はい、ドアが開く音、ガチャキー。どうしたんですか？あの、ここに私を入れてください。あなた、一人でいらしたんですか？そうね。お家は？飛び出してきました。親は？います。でも今ありません。たった一人でこんなところに？そうです。ここは過食とか拒食とかそういう人たちが来るところでしょ？ええ。ものすごく食べるという行為と手をつなぎながら生活するところですよね。ええ。私、自分が今本当に生きてるのかいつも疑わしくなっちゃうんです。私、発明しました。生きていることが疑わしいならば生きていることとものすごく手をつなぎましょう。私、常に生きていることを確認しながら生きる方法を発明しました。自分の行動すべてに音をつけました。でもです、生きていることとものすごく手をつなぐことも生きているということなんです。だからです、生きていることと手をつなぐ音を探さなきゃならんのです。それ普通の生活では見つけることできませんでした。だからここ来ました。生きるということは食べるということなんだ。ほとんどの人は偉くなるとそんなバカを言います。よくわからないバカですが、こんな私にはどうすることもできないので、とにかく食べることとものすごく手をつないでみよう。そう思ってここに来ました。お金ならあります。どうか私をここへ入れてください。ペッコリーナ。回想終わって、ここでの食事はみんなで一緒に限られた時間の中で限られた量を食べるんです。残してもよし、早く食べきってもよし、誰も咎めません。時間が来るとその日どのくらい残したのか、どのくらい早く食べ終わったのか、それぞれに自己申告させます。私たちはそれを記録し、どんな状態でもこの子たちを認めてあげるのです。甘々だな、この甘太郎め。甘太郎。おい、はい、食うときはもぐもぐなのか。はい。歩くときはえいのか。そうです。じゃあ食べながら歩くとどうなるんだ。え、みな興味を示す。なあ、気になる。食べ歩いてくれ。そんな引き出しありません。引き出しとかじゃない、やってみてくれよ。別に面白くなくてもいいから、ここは面白道場じゃないんだから、単なる興味だ。なな。五頭、食べながら歩いてみる。えいほえいほ。天からもぐもぐと五頭の声が、彼女が食べ物を口に含み噛むと同時に聞こえる。えいほえいほ。どういうことだ、天井からというかあのスピーカーから声が聞こえてくるぞ。不思議ですね。インチキだ。ピタピタ。2回言うな。まあまあ、五頭さんも素直に従わなくていいですから、座ってご飯を食べましょう。はい、シッチュー。英語。さあ、愉快な仲間の紹介を続けますよ。あ、こちらの女性は藤崎奈々子さん。この中では一番わかりやすい拒食症の患者さんです。お前、そのラムネみたいなやつはなんだ。これですか。おう、脂肪分の吸収を抑制するサプリメントです。サプリメント。はい、鶏肉は牛や豚と比べて比較的脂肪分は少ないとされていますが、油断は禁物なんです。たとえ脂肪分の少ない鶏肉とはいえ、お肉はお肉ですから。お肉は理想のバディの天敵ですから。バディ、何語だ。彼女は半年ほど前、あなたと同じように貧血で倒れ、拒食症の診断を受け、こちらの方へやってきました。8、藤崎さん。藤崎に焦点が当たる。スライド、藤崎さん。彼女は恋人に嫌われたくない一心の過激派ダイエッターでした。恋人の袴田くん出てくる。袴田くんはチャラチャラと音がする。彼が藤崎さんの恋人、袴田義彦さん、仮名です。お、回想シーンか。回想、袴田くん。おう、悪い、いいとも見てたら遅れた。いいとも。あらへんわ。で、話して何。この間のこと、謝りたくて。怒ってる。当たり前やん。彼女に裏切られたんやで、俺。ごめん、あれは
私の怠慢なの。俺言うたよね、俺は痩せた女が好きやねん。太ってる女よりも痩せてる女の方が好きやねん。分かってる？分かってる。キリンみたいな華奢な女が好きやねん。うん。ちょ、お前立ってみ。うん、うん、そう、立って、うん、もぐもぐしてみ。ああ、そう、ああ、確かにお前キリンみたいなもぐもぐやけどさ、まだ全然キリンには程遠い細さや。っていうか首とか全然人間やん。ごめん。お前、俺のこと好きなんやろ？じゃあなんで俺の理想のバディに近づいてくれへんの？ごめんす。デートするやん、俺ら。まあ、付き合ってんねんから。うん。で、その日バイバイするやん、俺ら。まあ、お互い実家やねんから。うん。で、またデートするやん、俺ら。な。うん。その時、前回のデートより体重減らしてるお前であってほしいと願う俺を、好きであってほしいお前とデートしたいなって思う俺を、好きでいてほしいお前でいてほしいのが、俺やん。その通り。なんで建本ピアノの社長やねん。ごめんす。お前、俺のこと好きちゃうか。好きだよ、大好きだよ。なんで片言やねん。ほなもっと真剣に痩せろや。頑張ってるんだよ。痩せてくれへんとさ、俺、お前本当は俺のこと好きちゃうかなって不安になって、夜、一人手首切るよ。ダメ袴田くん。ダメ袴田くん。後ろクレア。うん。藤崎、袴田に数枚の1万円札を渡す。ひふみよいずむやふん。おきに、なんかも飲むか。うん、おごったるわ。またバカか。お前、俺のこと本当に好きやねんな。好きだよ、さっきも言ったじゃん。ほらさ、付き合ったらさ、俺のためにリバウンド見せてくれや。え？お前、リバウンドも知らへんの、アホちゃん。ごめん。え、あの、リバウンドってダイエットして痩せたのにその反動でまた食べ過ぎて太っちゃうっていう、あのリバウンド？ブヒヒヒヒヒ、ブヒヒヒヒヒ。ああ、そっちのリバウンドな。いや、俺が言ってんのはバスケのリバウンド。そっち。ほなほなほな、いいこと思いついたわ。俺、聞いて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 、ブヒ、聞いて聞いて聞いて。あんなあんな、お前な、俺のためにリバウンド見せてくれやな。俺のためにあと10キロ痩せて、でリバウンドして15キロ太って、したら俺とバステしてリバウンド20本決めんねんな。それ何のスポーツ？袴田、藤崎を少し見つめて手首を切り始める。ダメ袴田くん、血が出てる。ダメ血、ダメ。私リバウンドする。他、ほら、いっぺん痩せてまたリバウンドしたら連絡くれや。それまで俺と会うの禁止な。え？真剣な話やんな。真剣なダイエットやん。愛のダイエットやん。分かった。とりあえず体育館は俺が後輩に抑えさせとくからさ、お前はリバウンドに専念してくれや。お前の俺への愛しっかりと見せてくれるよな。いいとも。ほな、俺行くわ。ほなな。バイバイ。回想終わる。藤崎は食べ始める。ここに来た頃の彼女の体は完璧に食べることを拒絶してましてね、食べても吐く、食べても吐くの連続でした。ゲロを吐くのか。いいえ、口に含んで噛んで飲み込まずに吐くんです。食べなきゃ体が持たないなってことに気づいてバカみたいですよね。今ならこのサプリを飲みながらならなんとか食べれるようにはなったんです。よかった。なんであんな男にそこまでするんだ。私、袴田くんが好きなんです。袴田くん、すぐ不安になっちゃうから私いないとダメなんです。だから私頑張って袴田くんの理想のバディに近づいて身をもって袴田くんが好きなんだよって伝えたいんです。それは愛か。もっと他に方法はないんか。言葉はとっても儚いから、ビジュアルの方がきっと伝わりやすいから、私リバウンド王になるんです。そして袴田くんに、お前すごいな、それなら全国行けるわって言われて、試合後私はアクエリ飲みながら心地いい気だるさの中にいて、袴田くんはクールマイルドを吸いながら私を見て笑うんです。笑いながら袴田くんはメンソールの匂いがするキスを私にくれて、お前の唾アクエリの味すんのなってもう一回笑うんです。そして藤崎さんは微笑みながらサプリメントを口に運ぶ。
さっきから聞いてりゃここのやつらは手に負えないのばっかだな。手に負えない幸せもんばっかだ。そんなことないよ。あ、なんだお前は。あんたはどん底の景色を見たことがあるかい。てっぺんから落ちていく時の景色を見たことがあるかい。ちゃいちゃん、ママの分、はい、食べていいのよ。鉄はママさんの分のご飯をママさんに食べさせてもらっている。どう、おいしい。おいしいよ、ママさん。よかったわね。おい、お前、さっきの話はどういうことだ。彼は宮川哲朗太君、全国的に有名な元天才子役のてっちゃんです。9、てっちゃん。スライド、てっちゃん。てっちゃんに焦点が当たる。てっちゃん、知らん。てっちゃんの雇われ店長シリーズですよ。知らないんですか。雇われ、ケーキ屋てっちゃん、おもちゃ屋てっちゃん、お花屋てっちゃん。てっちゃん扮する天才子役ゼネラリストが経営破綻寸前の中小企業を救う物語ですよ。なんだそれは。視聴者をどういう気持ちにさせる番組なんだ。瞬間最高視聴率 56.7% のモンスター番組ですよ。知らないんですか。毎週金曜夜7時からの30分間は街から人が消えていたの。懐かしいわ。全然知らん。いつの番組なんだ。2011年地上デジタル放送開始と同時に始まり、最終回を迎える2016年までの5年間全話連続視聴率 30% 超えの日本記録を持つお化け番組。それがてっちゃんの雇われ店長シリーズよ。音楽、スライド。てっちゃんの雇われ店長シリーズ第3弾。薬屋てっちゃん第7話。マジカルハンマー鉄。薬屋の店主走って登場。てっちゃん大変でやす。てっちゃん、よう薬屋、そんなに慌ててどうしたってんだい。てっちゃんのおかげで風邪薬の発注が殺到しまって、単語卸しが間に合わねえでやんす。やはりオイラの睨んだ展開になってきたな。これじゃうちのかみさんのテテが何本あったって足りゃしねえ。てっちゃん、一体どうしたらこんなことになるんやんす。おい薬屋、そう慌てんな。実はな、この鉄特製のマジカルハンマーを使っただけよ。マジカルハンマー。ああ、昨日オイラは一晩かけてこのマジカルハンマーで村中の民家の窓ガラスを壊して回ったんだ。夜の民家窓ガラス壊して回った。パリンパリンパリン、パリンパリンパリン、パリン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 。昨日の夜はパリンパリンと寝つきにくい夜でやんした。あ、窓ガラスの隙間から夜風がピューピュー吹き込んで、翌朝村民寒気を感じ、くしゃみ鼻水大洪水、村の薬屋お忙し、あれよあれよと風邪薬、売り切れごめんで薬屋の財布ホクホク、一件落着。てっちゃんありがとうでやんす。なに、礼ならこのアジカルハンマーに行ってくれ。おお、それもそうでやんす。ありがとな。このハンマー鉄製だぜ。こりゃ一本取られたやんすな。はい、カット。バカの先生は助監督へ、藤崎五頭のマネージャーへ変化する。以下監督見習いの女も出てくる。二人の女マネージャー、うちわで鉄を仰ぎ、鉄の汗をポンポンと拭きながら鉄を椅子に座らせる。その間見習いの女。以上で薬屋てっちゃん第7話全シーン撮影終了となります。お疲れ様でした。同時に薬屋役亀梨和也さん出演シーンも以上です。終了です。お疲れ様でした。いやお疲れ様でした。この亀梨、てっちゃんの雇われ店長シリーズに出演できたことは亀梨の18年に及ぶ役者人生において非常に…お疲れ様です。いやどうも、いやてっちゃんよかったよ。ありがとうございます。で、監督、あの薬屋さんの俳優なんですが、彼の芝居生理的に受け付けないんで、もう二度と呼ばないでください。あら、そう、ああ、僕もそう思っていたよ。いやさすがはてっちゃんだな。生理的に受け付けない感じ、全然キャメラ越しじゃ分かんなかったよ。よっ、この天才子役チンゲボーボーです。おい、返事だな。はい、喉が渇いたな。あら、喉渇いたの。うん、僕喉渇いた。おお、おお、そりゃすいません、気づきませんで。おい、見習い。はい。何か買ってこいや。てっちゃん、何飲まれま
すいませんね、全然気づかなくて。いやうちの若いのは全然ダメダメで情けないもんですわ。あら、でもあいつよりてっちゃんの方が年下だ。ブヒヒ、たく、うちの若いのもてっちゃん見て見習えてんですよ。ねえ。見習いの女、ケムクジラのコーラのペットボトルに汚い白の液体が入ったやつを持って走ってくる。コーラ買ってきました。おめえは一動作一動作おせんだよ、クノ。さあさあ、てっちゃん、コーラ入りました。そうそうそう、喉が渇いた時にはこのコーラが一番。苦い、何これ、正規の味、白コーラ。すいません。いやー、何これ気持ち悪い。うわ、おめえ、なんだこれ、こんなの毛が生えてるじゃねえか、気持ち悪いな。おい、毛が消えるか、絶好調だな、おめえ、バカ野郎。ビエーン、ビエーン。おめえ、この野郎、何してんだおめえは、この野郎。すいません、すいません。ビエーン、ビエーンなあれ。てっちゃん、てっちゃん、すいません、すいません。なんてことするんですか。クロ、おめえも謝れ。先生、ビッグ、ビッグ、あ、てっちゃん、監督、この人、クビにしてください。え、クビですか。解雇、解雇、クビだよ、クビ、向いてないんだよ、やめちまえ。番組が順調な時のてっちゃんは終始こんな感じでした。ボーク、ラ、ボーク。しかしお察しの通り、番組終了と同時に仕事も激減。番組終了半年後のてっちゃんはこんなんでした。番組終了半年後のてつ、あ、監督、ご無沙汰してます。え、君誰？桂南光、トミーズのケンちゃん、あ、石田デスク、ご無沙汰。なぜか知人ぷいぷいのコメンテーターと勘違いされていました。いや、鉄ですよ、鉄。おお、また一緒に仕事したいっすね。おーい、チキン、フライドチキン用意して。監督、無視して吐ける。あ、か、かん。そして無視。番組終了1年後のてっちゃんはこんなんでした。番組終了1年後の鉄、監督、フライドチキンを持って出てくる。あ、監督、ご無沙汰してます。え、君誰？いや、鉄ですよ、鉄。食べる？チキン、食べて、チキン。監督、鉄の口元にチキンを差し出し食べさせる。監督、鉄にマイクを向けるポーズ。いや、美味しいっすよ。監督、無視して吐ける。ああ、番組終了3年後のてっちゃんです。番組終了3年後の鉄、監督、亀梨を連れて出てくる。あ、かん、いやあ、亀梨くん、この間のグルメレポート、チキンの食べっぷり最高だったよ。あの、チキンを食べた後のコメントが最高だったね。なんだったっけ。亀梨、最高に会場が盛り上がる、あるいは盛り下がるコメントを言う。うわあ、油ギットギットのチキンのおかげでリップクリームいらずやば、手にも塗ったのか。いやあ、最高だな、最高かな。5年後のてっちゃんです。はあ、お腹すいたな、何も食べてないな。チキンじゃない何か、例えばノートパソコンが飛んでくる。わあ、チキンだ、チキンだ。自分これマイクスタンドやで。てっちゃん、ものすごく落胆。てっちゃんはね、あなたのような一般人の5倍のスピードの 人生を経験したの。若くしてピークを知ってどうよ、ピークを知ってどう。てっちゃん、こんな小さい時から美味しいものだけを好んで食べてたから、むしろ食べられる状況にあったから、急に売れなくなったからといって安い安いご飯が口に合うほど落ちることはできなかったの。てっちゃんはね、貴族なの。それで巨食なのか。そう、バカか。あ、ご飯はもっぱら会食でした。飲食代金はカード払いやで。なぜ外人になる。行き着く先はカード地獄。カードのお金を払うのにカードを作る日々。やがて手を出す消費者金融。消費者金融。浜さん、消費者金融という垂れ幕を得意げに持つ。なんだその当て字は。アイフルレイク竹藤プロミス。アイフルー。ダメじゃないか。ママさん、愛振りますかという垂れ幕を得意げに持つ。アイフルー。
じゃないですか。いっぱい人がいるって意味の。でもね、本当にゴミのような人ってのは孤独なんですよ。去っていきましたね。昔はちやほやしてくれてた関係者諸君、いっぱい乗りましたね。実はナックルズ、早いですよ。テレビの世界はもう落ちてく景色、見る景色暇ないですもん。あっと思ったらもうアスファルトにぐしゃって。で、なんで自分の母親までもがついてきてるんだ。母親？誰？誰ってこの女だ。私、母親じゃないですよ。は？じゃあなんだ。ママさん。私、ママさん。だからママさんってなんだ。ファンです。てっちゃんって一番の、というか現在唯一の熱狂的ファンです。は？大好きなんです、てっちゃんのことが。一番いい時のてっちゃんも、落ち切った今のてっちゃんも、ママさんはてっちゃんの追っかけなんです。ママさん、テレビで初めててっちゃん一目見てハート無事抜かれて、それ以来ずっとてっちゃん追っかけてるんです。追っかけてここまでやってきたの。ママさんが応援してくれている限り、僕もその期待に応えなくちゃいけないんだ。こんなところで落ちぶれてちゃいけないんだ。おい、はい、ここはただの追っかけも受け入れてるのか。ママさんの患者さんですよ。は？ママさん、鉄に自分の分のご飯を与え始める。ママさん、てっちゃんが好きで好きで仕方なくてね。仕方なさが行き着いた先が、自分は全くご飯を食べずに、ああやって自分の分のご飯を全部あげるという終着点でした。はい、てっちゃん、ママの分の栄養もお取り。どう？おいしい？おいしい。気づくと、五頭さんも藤崎さんも食事を再開していた。もぐ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 。どうしたんです？おいしいですよ。十、なぜ私はこんなところにいるのか、自分がなぜこんな場所にいるのか、そのことが到底理解できない乙女。乙女を見つめるバカの先生。テツら4人は食事を再開している。やがて彼らは音を立てて食べ始め、冒頭の無意識の人たちのようになる。音、次第にリズミカルになり、一定のリズムを刻むベース音となり、音楽へと変化する。それは乙女にだけ聞こえるビート。乙女、詩のような、人生の性のルールブックのような言葉をラップ調で口ずさみ始める。成人男性の1日に必要な摂取カロリーは2550キロカロリー、成人女性の1日に必要な摂取カロリーは2000キロカロリー。食事は主食、主菜、副菜のバランスに気をつけましょう。腹8分目、働かざる者食うべからず、おめえらに食わす乾麺はねえ。米飯、肉、野菜、魚、卵、大豆、果実、口から入り、食道を通り、胃、小腸、大腸、ツアーし、すべてのものは便となり、排泄される運命にある。次第に興奮してくる乙女。うんこ、うんこになる。ステーキはうんこになる。お寿司はうんこになる。スパゲッティもハンバーガーも天ぷら、うどんもカレーライスも、みんなみんなうんこになって私から出ていく。ブリ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 じゃー、ブリブリブリブリブリブリ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 じゃー、私から出ていけ。ブリ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 じゃー、うんこになって出ていけ。ブリ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 じゃー、苦しみも憎しみも嫉妬も意地悪も嫌がらせも殺意も、全部全部全部うんこになって出ていけ。ブリ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 じゃー、世間体も人生の焦りも、アパートの更新料も、撤去自転車の罰則金も、返すのがめんどくさいメールも、一日目の整理も、群像劇の会話もやりとりの難しさも、全部全部うんこになって私の中から出ていけばいいのに。現実に戻る。もうそろそろ昼食の時間は終わりますよ。片付けを始める鉄たち。お金のシステムはどうなっているんだ。お金のシステムのことを聞き忘れていた。おい、初期入館費30万、そこから滞在延長更新料半年ごとに15万、それとは別途で滞在宿泊費、食費、維持費、全部込み込みで月々129,800円いただくことになります。あなた保険は？入ってない。残念。バカの先生、はける。後でゆっくり考えよう。乙女、はける。11、不必要に見えるシーン、優しい音楽。乙女とすれ違い、男性が犬を連れて出てくる。
反対側から別の男性が犬を連れて出てくる。犬、吠える。これ、これ次郎、すいません。いやいや、これ、太郎、左前。これ、次郎、これ、太郎。犬、泣き止まない。ドーン！男性たち、自分の犬を叩きつける。交換しますか。そうしますか。男性たち、犬を交換する。まあ、よく見るとこっちの方が可愛いや。ああ、本当だ、こっちの方が可愛い。いい交換でしたね。かわいいな。かわいいな。交換しますか。そうしますか。男性たち、犬を交換する。スカーフを巻いた美恵子出てくる。何をしてらっしゃるの。犬を交換していたんです。あら、そう。あげませんよ。いらないわよ、犬。いらないわよ。そうですか。可愛いのに。ちょいとお尋ねしていいですか。あげませんよ。だから犬はいらないわよ。そうですか。マハラメンタルクリニックってのはこの辺かしら。メンタルクリニック。ええ、摂食障害の社会復帰支援施設。ありますね。どっちの方。こっちの方ね、ずっと行って裏をぐるーぐるーって回って、あここかなって感情になった時にちょっと一回立ち直って人生で、まあ、もう一回そのポカリがあるなっての通り過ぎて、もう一回こっちから出てきたら多分着いたことになりますよ。そう、一回ね、出る前にポカリは飲んどいた方がいいですよ。意外に喉乾きますからね。ありがとう。美恵子、吐ける。じゃあ、また明日。さよなら。男性たち、吐ける。噛む音。いてて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 、ドーン。12、こんなところにいるよりはマシ。突然、異空間より乙女。毎日決められた時間に起床、毎日決められた時間に食事。食後1時間は食事ルームでダラダラと待機。規則、部屋に戻して患者たちの勝手なリバースを防ぐための知恵。決められたルール、決められたことだけを守って過ごす時間。退屈、そして決められた時間に就寝。私はこんなことに使うお金を今まで必死になって貯めてきたのか。違う。な、定食屋の坊主。もといティッシュ配りの坊主。違います。冒頭のキャラ、あなたの中にずっといる人。何しに出てきた怪しい憎いやつ。いや、あなたの方がそんな小窓から怪しい憎いやつ。こっち出てきてください。出てくるまでの間、まあ、着替えが途中なんで僕着替えます。そんなすぐ着替えられるような器用な役者じゃない。無意識、着替えが終わり、近い方の袖に服を投げる。でしゃ。投げた方の袖から出てくる乙女。衣装がモフモフと乙女にかぶさる。モフ、あ、が、ちょっとこっちから出てきちゃダメでしょ。もうお前、いつも私の前に現れやがって、憎いやつ。タイム。そんなことよりもあなた、災難でしたね、ブシシシ。せっかく汗水垂らしてために貯めた貯金がこんなところでバーってブシシシシシ。お前が憎い。でも帰ってよかったかもしんないっすね、ブシシ。衣食住完備、1日3食きちんと取れて健康的。うるさい。定食屋だ。ここは食べても減らない定食屋だ。後ろにずっといた患者たち食べ始める。あ、食べ始めましたね。わかりやすいぜ、ビジュアル的に。パントマイムじゃないか。パントマイム、イッツパントタイム。これね、一見空気を食べてるようですけど違うんす、ブシシ。ちゃんとこの人たちご飯を食べてるんですよ。食べてるつもりなんですよ、心では。パントマイムはつもりの表現なんです。壁あるつもり、重い荷物を持つつもり。ザ・気の持ちよう、ブシシシ。不快な笑い方をすな。金など払うものか。こんなところから、私は早くこんなところから出ていかなくては。荷造りを始める乙女。逃げちゃうんですか。もうちょっと見てきましょうよ、パントマイム。いらん。お肉。ほら、お肉を食うパントマイム。口で言ってるじゃないか。小頭さんは自分の行動に音をつける方ですから。お肉は音じゃない。
肉肉肉肉ってなんだ。もう怒らないで。肉肉は肉食う擬音、擬音少女の鐘の音。ブシ鐘の音。プリンプリンプリン食った。肉肉おは肉とプリンの三角食べよ。男前。ここは鐘の音がしない。え、こんなところ鐘をむさぼるしか能のないところだ。もうダメ、私は出ていく。金金金金、もうあなた金の亡者な。亡者じゃない、事実を言っただけだ。金がないと生きてられん。せっかく貯めたのにまた一からだ。でもそれでもいい、こんなところにいるよりはマシだ。でもここにいればずっと食べてられますよ。食べる時間がもったいない、新しいパートを探す。ずっと食べれるんだから働かなくていいでしょ。食べるためだけに働いてるんじゃない。じゃあ何のために働くんですか。本当に興味があるのか、そんなこと。あります。お前たちはいつでも聞く、なぜ働くのかと。それを知ってどうなる。私に聞く前に自らに聞け。なぜ自分は働くのかと、なぜ生きるのかと。まあなんと文学的なセリフ。プシッ、きっと参考にしたいんですよ僕たちは。面白い、あなたきっと面白いから。荷物を持って逃げる乙女。あ、ちょっと待って。もうあなたの口から教えてくれないなら僕ずっとあなた見続けちゃいますよ。ブシシシシ。無意識後を追いかける。13、袴田くんはティッシュを配るよ。炎天下、駅前、人々の雑踏。大きな段ボールを持った袴田くんが出てくる。袴田くんの耳に装備されているヘッドホンからはうるさい日本語 B ボーイの音楽がモレモレしている。袴田くん、ティッシュを通行人たちに配り始める。しゃーす、お願いしゃーす、お願いしゃーす。ティッシュをもらう通行人、ティッシュをもらわない通行人、その中に乙女、そして無意識。彼らも他の通行人と何ら変わらない。太陽の光は容赦なく照らし続けている。しゃーす、おいしいっす、おいしいっす。うわ、あっち。一人の青年が近づいてくる。佐々木である。お疲れ様です。暑いですね。あのおい、おい、なんやねん。あ、すいません、すいません。いや、暑いですね。な、なんやねん。僕、通行人です。あの、ティッシュをいただけますか。おお、はい、やった、ティッシュだ、ティッシュだ。助かります、ポケットティッシュ。電車乗っててうんこしたいなって思って駅着いてトイレ行って用足したら、ふと見るとティッシュがないんですよ僕。その時靴下に拭きましたもん。その靴下今履いてますもん。それ以来ティッシュを配ってると必ずもらうようにしています。は？がー、うわ、がーってなんやねん。喧嘩売ってんのかい。これお水です。お礼に差し上げます。差し入れ、ティッシュいただきましたから差し入れます。おお、誰だかわからんけど助かるわ。お気に。お礼には及びません。あやん、あいつ、みんなピュアポップスター、ごめんなさい、ごくごくごく。うえっ、袴田くん死ぬ。音楽。出てくる乙女、死体には目もくれず通り過ぎてゆく乙女。後ろから無意識。ちょっと待って待ってよ、行くあてなんてあんすか。おひゃー、死体、死体ですよ。うわあ、初めて見たな、死体。ね、死体、もう死体が落ちてたら立ち止まりましょうよ。死体立ち上がって吐ける。キャー、死体が動いた。もう君死んでたから動いちゃダメだってわよ。もう突然天から小頭さんの声。マグ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 。うん、天から小頭さんの声、食べながら歩いてるな。おっと、こうしちゃいられない。待って。無意識吐ける。14、あの人は今、拒食症。ごがしら、シュークリームを食べながら出てくる。天からは、もぐもぐと声。えいほ、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 シュークリームはおいしい。いや、あなたは何食べてんの。いや、食事の時以外に物を食べるのは禁止でしょ。ごめんなさい、ごめんなさい。バレないと思ったの。あなた、食べ歩いてるから、声。
天から筒抜けよ。まあ、ママさんなんで起きてるんですか。みんな起きてるわ。先生が食事ルームに集合って。こんな時間に何かしらね、まったく。あ、おはようございます。あ、おはよう。何隠したんですか。さてはシュークリーム。いや、正解よ。五頭さん、ずるい。ごめんなさい。そんなことより先生、いらしたわよ。先生、鉄、三重子出てくる。皆さん、座ってください。ちょっと皆さんにお話がありまして。何ですか。私より直接説明なさった方がよろしいですかね。皆さん、はじめまして。私、こういうものです。3人に名刺を渡す三重子。片目三重子、漫才テレビディレクター。テレビ局の方。漫才テレビの片目です。マンテーレって、あれ、ご存じないかしら。テレビの人間が来てるのよ。もっとキャピキャピなさいよ。ここテレビないんです。あら、そう。料理番組とか見せますとテレビを食べ始めるんです。それは引くわね、硬いのに。ちゃんと分割して食べます。どっちだっていいわよ。で、どうしてテレビの方が。摂食障害者のドキュメンタリーを撮りたいんだそうです。ドキュメンタリー。ええ、彼にスポットを当ててね。もう店長、テレビ館に復帰。あら、ママ、空気読めなかったかしら。携帯はドキュメントなんですがね、企画としては元子役スターの現状を撮りたいんです。現状。題して、てっちゃんの雇われ店長シリーズで一世を風靡した元子役スター、てっちゃんこと宮川哲朗太さん。あの人は今、巨食師匠。てっちゃんを笑い物にする気なの。もちろん。あなた、ママさん、やめて、ママさん。笑い物って一口に言いますけどね、視聴者は求めてるんですよ。自分より不幸な状況を。いい気分になりたいんです。ガリガリのかわいそうな子供たちの番組とかと一緒です。あー、かわいそうってテレビ見ながら涙を落として、あったかいご飯を家族みんなで食べるんです。それがテレビのある家庭の現実。本当にかわいそうだなって思えて、本当に共感できる人たちの家にはテレビなんてないですからね。むしろ家すらない。別に誰でも知ってることを言ってるだけですよ。私にはあなたがてっちゃんを笑い物にしたいだけに見えます。それもそうかもしれない。私、彼がまだブイブイ言わせた頃に一度万歳テレビをクビになってるんです。彼のわがままで。毛の生えたコーラを持ってきた人です。あの時はまだ見習いで、でもめちゃくちゃ苦労して就職した映像の世界をクビになって、映像なら何でもいいやってスカトロばっか作ってる AV の制作会社に再就職したんです。女の子が裸になってうんこして自分のうんこ食べて、一人食物連鎖だとか言ってる口がい映像ばっか撮ってバカみたい。うっぷ。大丈夫。でも別に吐くことはないのよ。それ見て喜んでる人がいるんだから。うんこプール、クロールで泳ぐ女の子を見てチンコゴシゴシしてる人がいるのよ、この世には。別にフィクションじゃないの。そんなフィクションみたいな映像ばっか撮ってるとね、普通のドキュメンタリーじゃ満足できないんですよ。そんな映像でも地位を築いていってね、見事満点に再就職、テレビ界復帰第一作目にはお世話になったてっちゃんに出てもらいたいんです。先生、OK なんですか。はい。どうして。取材謝礼金として皆様にはお一人様30万円、このセンターには250万円、私個人がお支払いしますって伝えたらいいって。先生、お金大好きなんだ。てっちゃんもいいの。20万なら無理ですよ。30万ならいいですよ。けだもの。そうと決まれば、まずは皆さんの声を取らせてもらってもいいですか。もちろん顔は伏せて放送します。声も変えますよ。みえこはハンディカメラを回し始める。じゃあまずあなた、いいですか。私。そう、てっちゃんのことを聞く前に、あなたがここに来る前どういう生活を送ってたのか、そこから話してくれますか。私は五頭家の長女であり、一人っ子であり、ものすごく生まれてくるのを望まれていたはずの子供でした。15、五頭さんに産声、そして音楽、乙女が歩いている。エイホー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 。無意識にいた男、反対側から出てきて乙女の前に立ちはだかる。坊主、お前いつの間に私の先回りしていた。
なんだその口の利き方は。ふみ、お前は何を言ってるんだ。は？お前こそなんだ。お父さんだよ。父はとても厳格な人間でした。おい、ふみ、こんな時間に帰ってきてただいまの一つもないのか。ただいま。こんな時間まで何をしていた。答えなさい。別に父さんに言うようなことじゃない。なんだその口の利き口は。父、殴る、蹴る。父さんはお前のことが心配だから言ってるんだ。それをお前は何も分かってない。この口か、この口が悪いのか。この口。父、持っていたガムテープで乙女の口を塞ぐ。父、乙女をベランダの外へ。ふみ、頭を冷やしなさい。なぜお前が美味しいご飯を食べられるのか。お父さんが一生懸命働いてるからだ。今日は晩ご飯を食べずにゆっくりベランダでそのことを考えるんだ。シンキングタイム、スタート。父、ベランダの戸を閉める。閉まる音。私はベランダの戸を思いっきり叩きました。ドン。乙女、一人うなだれてすすり泣く。ベランダの戸が開くことはありませんでした。部屋の中では何事もなかったかのように父はあったかいご飯を食べていました。それからどうしたの。私の何が悪かったのだろう、私の何がいけなかったんだろう。そんなことばかりがぐるんぐるんと頭の中を駆け巡り、私はふと生まれてこない方が良かったのかと思いました。口をガムテープで塞がれて何も音を発せなくなった私は、自分が生きているということに疑いを持ち始めました。私は勢いよく家を飛び出しました。ベランダから。私の家は1階でした。乙女、柵を乗り越え走り去る。私は以前から父の元を離れたいと思っていたのかもしれません。外出するときはいつも家の貯金通帳と印鑑を持ち出していました。そこから8割くらいのお金を引き出し、1年前ここにやってきました。16、藤崎さん2、音楽チェンジ。美恵子、藤崎にハンディカメラを向ける。私と袴田くんが出会ったのは今から1年前ほど前です。乙女、口をガムテープで塞がれたまま出てきて袴田くんに酔いすがる。無意識によく似た袴田くん、乙女のその姿に驚愕する。おい、お前なんやそれ、どないしてん。お互い実家だったんだけど、自分ちいるより袴田くんの実家にいる方がなんだか落ち着いて、私は門限も忘れてよく彼の家へ行ってたな。おい、お前泣くなや、みっともない。おかん、起きるやろ。ガムで剥がしてやるから静かにせえってな。無意識に似た袴田くん、乙女の口からガムテープを剥がす。大丈夫か。剥がせ、まずい。くそ、どうしたんお前。どうしたんお前。うるさい、今度は誰だ。袴田くんやん。袴田くんはとても優しくて、いつも私の体のことばかり気を使ってくれて。お前、最近また太ったんちゃう。てか、君から遠ざかってへん。背縮んでへん。てか、髪切った。袴田くんはタモリのモノマネをしていつも私を笑わせてくれて。それじゃあ、お友達に紹介してもらおうかな。似てる。似てない。そんな袴田くんがこの話を持ちかけてきたのは付き合って間もなく半年って頃でした。俺の知り合いにな、タレント事務所みたいなのやってる人がいてな、そこの事務所が今めっちゃヤバいんやって。あ、今のヤバいはあかんって方のヤバいな。で、誰かいいやつおれへんが、ラッコはおれへんがって俺言われててな。お前めっちゃヤバいやん。あ、今のヤバいはイケてるって方のヤバいな。で、何なの。お前さ、タレントになれや。無理だよ。アホ、無理ちゃうわ。無理だよ。無理ちゃうわ。無理だよ。無理ちゃうわ。無理だって。無理ちゃうわ、無理ちゃうわ。くらー。あー、無理だ、無理じゃない。手首切っちゃダメ。今のままやったら無理やな。とりあえずお前は痩せなあかん。タレントってのはあれやで、ほら、みんな痩せてんべ。
痩せてるタラントが売れてんべ。ヒョドユキとかな、ユキネとかな、ガリガリに痩せてんべ。てんべってなんやろな。おいおいおい、ええか、次会った時はとりあえず今より5キロ減量な。約束な。次いつ会うの？明日。無理だよ。うっさいな。俺のこと好きなんやろ？好きだよ。彼女が芸能人になるんやらかやらせててほしいべ。痩せててくれるよな。いいと思う。よし来た。これからは痩せてるタレントが売れるんべ。袴田くんのために、袴田くんのために痩せるんだ。タイムリミットは18時間で5キロ。無理だ。無理じゃない。とりあえず私は踊りました。ダイエットダンス、激しく踊り狂う。苦しい。なんでこんなに苦しいのだ。恋愛ってのは苦しいよね。うるさい。現在から逃げた私は過去を旅する。未来へ向かって過去を旅する。つきまとう。食うことが、食うことばかりが私につきまとう。憎い。食うこと。17てっちゃん2。芸能関係の仕事がなくなって僕はママさんが紹介してくれたティッシュ配りの仕事を始めた。ティッシュ配り。てっちゃん、義務教育もまっとうに受けてないからこういう単純な仕事しかできなかったのよ。いいよいいよ、続きを聞かせて。乙女はいつの間にか大量のティッシュを持っている。ティッシュを歩いている人に配る。ティッシュを歩いている人に配る。そうよ、それだけでいいの。レッツ単純作業。歩いている人に配る。歩いている人に配る。頑張って頑張って。歩いている人に配る。歩いている人に配る。佐々木が出てくる。乙女の最後に投げた全力ティッシュが佐々木に刺さる。いざ。乙女はティッシュがなくなっても最高の素振りを続けている。配る配る。ちょっと何するんですか。ティッシュ刺さりましたよ、肌に。お肌に。配る配る。ちょ、あなた聞いてますか。佐々木は乙女に近づく。乙女の素振りが佐々木の顔面をクラッシュする。佐々木のメガネが飛ぶ。いざ。メガネ、メガネ。優しく。うるさいですよ。乙女はフラフラだ。もうちょっとめちゃくちゃだな。ティッシュ配るのにそんな元気はいらないですよ。もうこれ心理学的にはなんて言うんだろうな。あ、うん、そっかそっか。もういいよ。僕が大学で心理学を学んでいるなんていう設定、もう誰も覚えてないよ。あの、疲れましたか。お疲れ様です。疲れたでしょ、こんな炎天下でティッシュ配り。よかったらこれお水です。飲んでください。おいしいですよ。水をくれ。どうぞ。乙女倒れる。あ、すいません、人が倒れました。僕何もしてません。佐々木はける。18食べなきゃな人間。音楽、美恵子ハンディカメラを向けながら乙女の元へ。乙女は倒れたままだ。あんたも落ちたね。栄養失調でぶっ倒れちまうなんて。食べりゃいいのにさ。なんで食べないかな。残念だよ。私は絶頂のあんたに突き落とされた。私の原動力ってさ、絶頂のあんたを落としてあることじゃん。それが何、栄養失調って。あんたもう落ちきってんじゃんさ。もうダミだね、あんたは。元気がない。ちょっと私、母親っぽいことしていいっすか。あんたの話こうやって聞いてきたわけだけど、母親のことは出てきてないじゃん。実際のところどうなのかは知らないけどさ、私今からあんたの母親っぽいことしてみるわ。そう言って美恵子は食材を取り出す。食べなきゃね人間。大嫌いな父親からも逃げれんし、恋人のために何かしてやることもできないし、もっかいてっぺんに行ってもらうためには食べなきゃね人間。料理を始める美恵子。暗くなり、バカの先生とジレンタが浮かび上がる。
あの人、元気になりましたか？いえ、まだです。死ぬ気で働いてましたからね。本当に、元芸能人かってくらい死ぬ気で。そうみたいですね。ものすごい人生だよな、若いのに。僕なんて、今はあの人と同じ収入ですけどね。何の味気もない、複雑さもない、お金にもならない単純な人生ですよ。そうですか。なんでですかね、人間苦労すんのは嫌だけど、ちょっとぐらい入り組んだっつうんですか。複雑な人生の人を見ると憧れんのな。あれ、わかんないですよね。自分がそうなるのは絶対嫌なはずなんだけどな。おかしいな。せっかく貯めたお金も治療費、入院費で全部なくなっちゃってますから。そうですよね。ごちそうさまです。いや、僕に言われても。そうでした。あの人、何のためにお金を貯めてたか知ってますか？いえ。あの人が必死になって貯めたお金、自分のお葬式のお金なんだそうですよ。起き上がる乙女。料理をしながら美恵子、美味しそうな匂いが立ち込める。起きたんか？うんこ。あった。あんたも大変ね。飯食わんで栄養失調で、それでもうんことはまた男前だね。トイレはどこか？トイレットはどこか？美恵子、トイレの方向を指さす。乙女、トイレへ。再びジレンタとバカの先生。豪勢にするんですって、葬式を。周りに誰もいなくなっちゃったから、誰も泣いてくれる人いなくなっちゃったから、せめてお金ぐらいはかけたいって。葬式ってのは人生の通信簿だから、誰も泣いてくれないんならお金くらいはかけたいって。そうですか。でもお金なくなっちゃって、あの人今はこんなとこいるわけだけど。わけだけど。それでよかったみたいですよ。あの人が倒れてるのを見つけたっつう、あの佐々木って大学生、この間捕まったんです、警察に。ああ、ティッシュ配りしてる人間に差し入れだって水あげてたみたいで、その水に毒入れてたんですって。頭おかしいですよね。僕らのとこの人間も二人やられました。日本の寄生虫、フリーターを皆殺しにするんだって。いい眼鏡かけてんのに、悪魔が住んでんですって、あいつの中に。悪魔は魔界に住んでんのにね。意味わかんないっすね。どっちが良かったんですかね。さあ。バカの先生、猿。トイレの乙女の方を見つめるジレンタ。ティッシュ配ってて毒飲まされて死ぬのがいいのか、あそこで倒れて命は助かったけどお金なくなっちゃうのがいいのか、僕にはわかんないっす。私、万歳テレビに復帰したとか言ったけど、あれ嘘なのな。まだ所属してんの、スカトロばっか撮ってるとこに。そんなとこ行ってさ、普通のテレビ局に復帰なんてできるわけないじゃん。乙女、用を足し始める。料理をしながらハンディカメラを向ける美恵子。新しい企画があんのさ。岩乙女っつって、栄養失調の乙女のうんこ、カラッカラの岩みたいなうんこ。でも今回はうんこが主役じゃないの。うんこした後の最初の食事が主役さ。出してからの最初の食事が主役さ。さあ、今までの人生の苦しみを、お金なくなっちゃった悲しみを、何とも言えない怒りを全部出しちゃいな。用を足す乙女には音楽を、そして産声。全部出したら戻ってくるんだ。そして美味しいご飯を食べるんだ。人間どっかでおかしくなってんだ。出し入れって言うでしょ、出入り口って言うでしょ。入り出しとは言わない、入り出口とは言わない。出すのが先さ、入れるのは後さ。食ったものを出すんじゃない。溜まった毒を全部出してリセットして、新たな気持ちで今度こそ最高のものを入れるのさ。美味しいご飯を食べるのさ。料理完成。生きてその結果死ぬんじゃない。死んだやつがいて、その結果残されたやつが生きるのさ。美恵子、テーブルに料理を並べる。死ぬのが先、生きるのが後。勘違いすんじゃないよ。生きるってのはものすごくド S さ。どんなやつもどんな時でもうんこさせられるし、死なされるんだ。流す音。流してリセット。さあ、岩乙女、母の元にお戻り。乙女、
戻ってきてテーブルに着く。食べてもいいのか？もう私食べてもいいのか？あんたはリセットしたんだ。食べてもいい。いただきます。ゆっくりと食事を始める乙女。いい食べっぷりだ。ハンディカメラを向けながら去っていく美恵子。19、飯が食える幸福。現れる乙女の無意識の中の男。何を食べているのか分からんのか、甘いのか辛いのか分からんのか、分からんと食べてるのか、分からんもの食べてるのか、バカか。ビーフンじゃなさそうだ。帝王のゆで卵か。帝王のゆで卵だな。まだ産む前のお腹に卵が入った鳥を丸ごと茹でて氷水の中にあげて帝王切開をして取り出したゆで卵を食べているのだな。うっ、むごい。そんな料理はない。もしあっても僕が禁ずる。乙女、食べるのをやめる。無意識は気づいていない。デモに参加しよう。帝王のゆで卵反対のデモに参加してこう叫ぼう。帝王のゆで卵反対。わからないもの食べようがな、全部同じになって出ていくんだ。違うよ。本当の幸福を食べればきっとずっと体の中にいてあんたの元から出てかないでいてくれるさ。本当か？本当さ。そうなるにはどうしたらいいのか。しっかりご飯を食べるんだ。そしてしっかりご飯を噛むんだ。それだけ。それだけでいい。それだけ？そう、それだけで、それだけでいいんだ。そうか。食べる乙女。音を立てるんだ。そりゃいつも立ててちゃお行儀が悪いって怒られるけど、たまには音を立てるんだ。わからなくなったら、生きてることがわからなくなったら幸福の音を立てるんだ。乙女、音を立てて食べる。食べて出るのはうんこだけじゃない。目から溢れ出るのはうんこじゃない。お味はどうですか？おいしい。お味はどうですか？おいしい。おいしい。お味はどうですか？お味はどうですか？おいしい。おいしいよ。幸福の音。生きてる。私生きてるよ。生まれてきてよかったな。お金と一緒に苦しみも悲しみも全部出してよかった。リセットできてよかった。お味はどうですか？お味はどうですか？だから美味しいって。音楽止まる。で、一体お前は誰なんだ？ま、無意識、乙女の方を見て体をよじりながら気持ち悪く笑う。ブシッシ。おい！光、カットアウト。おしまい。